はい皆さんこんにちはレック専任講師の早川と言います年金アドバイザー3月検定講座の2級3級対策講座のガイダンスを始めたいと思います。はいそれではですね今回ですね3月の検定これが今あの年金アドバイザーのパンフレット講座のパンフレットなんですけれども今回3月検定は2級と3級。 両方あるっていうことですねはいなのであの2つの講座のご案内をしていきたいと思いますはいこちらねちょっと見てくださいタイトルここのね10年年金で相談者急増今こそ年金アドバイザーの時代これ改正で年金もらうための受給資格期間が今10年ということになったんですねまあ、後でちょっとこういう話もしたいと思うんですけれども えそうすると私年金もらえるんだろうかっていうふうに年金もらえる人がちょっと増えてくる、ねまあ、そういったあの相談者も増えてくるんじゃないかということでね今年金アドバイザーの時代が来るんじゃないか、まあ、そんな感じでね、えー、まあこちらの試験を受けてくれるといいかなっていうふうには思うんですけどもね。で、えー、ここに「2級3級」って書いてあるんですけれどもじゃあまずあのこれ対象者はどういう人かっていうところからあーお話をしていきたいと思うんですけども、えー、3級はですね ま銀行等のね、えー、窓口においてまあ、顧客からの、えー、年金相談の担当者さんね <laughs> まああの基本的な知識っていうのがまあ産休小山になりますね、えー、それからですねあのレックの方では社会保険労務士試験を受ける人、えー、この人たちの、えー、年金対策ということでもお勧めしていますね、えー、社労士の試験の中で年金というのは非常に配点も高いね、えー、例えば卓一式 七十点満点中ね、厚生年金と国民年金、十点ずつありますね、えー。ただやっぱり年金は非常に仕組みが難解で、難しいというふうに。まあ、結構頭を抱えている人が多いと思うんですけれどもね。えー、社労士の試験って法律の試験ですから、こう難しい。法律用語の中で暗記をしたり、そこを理解していかなきゃいけないんですけれども。年金アドバイザーっていうのは、こう人から相談される相談ベースなんですね。 えー、なので、まあ、その人の立場に立って考えてあげるじゃあこの人は年金がもらえるのかこういう人生を歩んできたから、えー、いくらもらえるのか、ねえー、そういったこう実務での話になっていきます、ね、だからまあ相談乗られればやっぱり答えてあげたい、ね、そうするとまあ自分の知識を利用していくらぐらいもらえるんだろうかっていうふうに、まあ、実際考えていきますよね。相相談で乗って、ねまあ、相手が それ理解できると、まあ、喜んでもらえる自分も嬉しいですよね、えー、そういった観点からなんですね。あのー、なので単にこう義務感で暗記をしていこうというところではないのでねあの年金がややっぱり理解しやすすいいいいんじゃないかなかという,ふうに思いますね、はい、で今度はですね2級なんですけれども2級は今言ったね顧、えーまあ、客さんからの窓口対応や、まあとですね その銀行内での指導者レベルにもなってますだから試験は計算問題で実際計算式を書かされるあとは期日って言って給付のこの給付について説明しなさいっていうのを実際文字で書いていかなきゃいけない3級はマークシートなんですよ後藤拓一のね2級はちゃんと計算過程まで書かなきゃいけませんそういった高いレベルね。 でまあ、結局指導者のレベルになりますね銀行内でのとかそういうところでの、まあ、指導者のレベルっていうことになってますから、まあ、かなり高いレベルですよね。まあ、あとは、えー、今のね私のクラスで受けに来てくれてた人はもう実際に社労さんでこれから、あのーまあ、いろんなところで年金相談ね年金事務所なり街、まあ、角年金相談センターとかねそういうところの。 えをやろうとしてる人やまあ実際にやってる人がね、まあ自分のスキルアップのために来るとね、えー、そういう感じの人たちですね。だからまあ二級の方がまあレベルは高いなっていう風になっていますね。はい、えー、それでですね、あのー、じゃあ今ね、この年金アドバイザーはまあ相談ベースのね、えー、まあね相談目線でお勉強していくって言ったんですけれども、で実際 今世の中の人、どんなことを聞きたいのかなっていうところからいきます。ね、で、それが。この十年年金で遭難者急増、ね、今こそ年金アドバイザーの時代って書いてありますが。十年年金で何ですかっていうことなんですけれども。年金をもらうためには、えー、国民年金も厚生年金も。ええー、十年間という。受給資格期間というのが必要なんです。 これが25年と今ままで言われれていました、ね、これが平成29年8月から10年に短縮されたんですよね。要するにもらえる人が多くなってきたんですじゃあこの10年っていうのはどういう期間かねまず年金は保険料ってありますからその保険料を納付した期間納付済み期間これを1か月としてカウントしていきます。 これは例えば自営業者さんでしたらば国民年金の保険料納付書で納めてますから、えー、それも1か月にカウントされるこの納付済みっていうのはね、えー、それから会社員の方なんかは厚生年金納めてますので、えー、月々給料かから引かれてきますねあの働いている方はそうだと思うんですけど、えー、その期間の中で20歳から60歳になるまでの期間ですね まああのー、給料から引かれてますから、まあ、納めてるっていう感じになるんですけどねこれがノーク済み期間になりますで例えば自営業者さんや学生さんいわゆる国民年金の人たち、まあ、正確に言うと国民年金第1号被保険者なんですけれども、まあ、前年度のの所得がないいきは免除申請っていうのはできます、ね、この免除した期間これも受給資格間この10年にカウントできるんですね。 納付済み期間つまり滞納の期間は入れてくれないんですけどもちゃんと免除申請してればいいんです免除してれば10年以内にまたね払うこともできますしねはいえー、とそれからですね合算対象期間というのがあるんですよここが結構今回相談のポイントになってくるんじゃないかなと思いますね合算対象期間これは この10年には入れれてくれますただ年金の額には反映しませんというから期間ってやつなんですね。で例えばどういう期間かというと、えー、昭和61年4月1日前の専業主婦さんというのは国民年金に任意加入でしただから入ってなくてもよかったんですよ。ですよねでそれが61年4月1日から第3号被保険者という形になりました。ね。えーそうすると それで10年必要だっていうと、いや、入っても入らなくてもいい、任意加入の期間、ね。本人からしてみれば、保険料を納めなくていいんですよね、ってことで、入らなくていいっていうふうに思っちゃうかもしれませんよね。<laughs> はい、えー、だから、その期間があって、えー。いや、入らなくてもいいし、払わなくてもいいって言っといて、なんで急に。6十年四月1日から強制になるのっていう話になるから、そういう期間が合算対象期間ですね。 えー、つまり年金額には反映します払ってないんだから年、ね、金額には反映しませんけどこの資格期間には反映してくれるねであと払った期間の中で金額を決めていくって形になります。えー、とね平成 3, 3 3、えー、平成3年3月31日までの学生さんもそうなんですよね。だから、えー、今はね学生さん二十歳になると国民年金強制の加入になるんですけれどもね。えー 平成三年三月三十一日までは任意加入でしたね。だからそこで加入してない人たちも合算対象期間ってこの十年に入れてくれますで。実を言うと私もそうなんですね。私もその期間があるんですね。であとは、えー、厚生年金の期間が納付済みが二十歳から六十歳になるまでですから、まあの二十歳前と六十歳以後の期間はここに入れてくれるっていうね、これ空期間っていうふうに言います。だからここ。 のこのとを、ねえー、自分でそういう期間があるかないかこの期間はここに入れてくれるんですかっていうねえー、質問が結構多くなるんじゃないかなと思うんですよね。で今これ,それ,まで、ね、これは25年間だったんですよでこれ10年になるからあんまり自分では年金入ってないっていう感じてる人たちもいやもしかしたら今から払えば大丈夫かもしれないっていう人いるかもしれませんよね。ね はいいじゃあちょっとどううう期間か見てみましょうねもういきなりなんか講義みたいになっちゃいましたけどねあのこういうところが、まあ、今注目されているところだと思うんですけど例えばね昭和41年の4月に生まれた人がいたとしますね、まあ、4月5日ぐらいにしておきましょうこの人大学入りました留学で大学生ですから2年生の時にこう二十歳になるんですよで 当然この人が二十歳になった時って六十何年ですから平成3年3月31日よりも前ですので任意加入なんですね。でえー、とじゃ例えば、えー、ちょっと平成元年になると思うんですけどここに卒業をしました。とここの二十歳からここの卒業の間っていうのは任意加入できたんだけどしなかったつまりこの期間が合算対象期間なんです。 当然本人そんなこと知りません。ね、で大学卒業しましたところが就職しなかったんです。ねえー、夢を見てミュージシャンになりたいとか、ね、演劇をやりたいとかそんな感じでフリーターです国民年金払ってませんずっと滞納ですよねずっとこれできたんです。ねそして40歳になりました。ちょっと夢諦めて 何かまあ親の仕事でもついて自営業になることになりましたでも最初はあんまり売上がうまくいってないしもう25年って聞いてたんですこの当時ね、えー、年金は25年の受給資格が必要だって聞いたんです自分一切払ってないここが合算対象期間ってことを知らないね。で25年っていう風に考えてたんで 40から年金で60歳まで納めれるっていうふうにまあ大体普通の人は思いますからねあもう間に合わないっていことでまあ諦めてまあここも未納ですねこのフリーター時代も未納ここも未納諦めたんですところが51歳になったねえー、まあこれが大体今ですけれどもね今から60まであと9年があるんですよねでこれで10年年金になったんで いや十年だから一年足りないや。六十まで納めれるとしたね。まあ実際ここから本当にいい感じもできるんですけど。<laughs> 普通に考えると、ああ十年だから足りないや。ね、もう間に合わない。ところが。ここが合算対象期間なんですよ。三年間あります。ね。今から払えば。ずっと六十まで払えばここを足してね。今後大さ三年ですから、十二年間になりますよね。年金もらえるんですよ。こういう人が。今後は増えてくるんじゃないかってことですよね。 だからこういった年金の、ねえー、知識を持っていればこれから救われて年金がもらえる人たちが増えてくるねもともと無年金者っていって年金をもらえない人を救済するためにこの10年年金に変えましたねでこういったことをね、えー、もう単純にこういう相談が来るね年金アドバイザーのお勉強というのはこういうことです、えー、難しいね法律要項を暗記していくんではなくてこうやって人の質問に答えれるようなね えー、そういったお勉強なんですよ、ね、まああのついでと言ってはなんですのでじゃあ年金ってどのくらいもらえるかっていうところをちょっと見ていきたいと思うんですけれどもはいえー、とですね例えばその人がずっと自営業をやってて、えー、国民年金だけの人だった場合ね国民年金まあ基礎年金っていうんですけどね、えー、この満額が今1年間で77万9千円。 三百円というまあこういう価格がついてるんですけどこれは二十歳から六十歳到達のまあその前の月までなんですけどまあね四十年間ずっと払った場合なんですよ当然払ってない月だってありますよねこの上の表そうですよね払ってない月いっぱいありますよね <laughs> <laughs> はいだからまず、ね、さっきの受給失格感まあこれ全部払ったらねここが三歳したから十年になりますよね、えー、払った月数で帰ってきますので。 満額で払っていればこのままですよね。で、20歳から60歳までの480ヶ月のうち、何ヶ月払ったのかってことですね。これが例えば300ヶ月しか払ってなければ。480の300ヶ月になりますね。ところがね。国民年金ってちょっとお金に困った時とか免除期間っていうのがあるんです。免除期間さっき言ったように。ここの？ 受給資格間にも入れてくれますよね普通の一ヶ月でねそうすると免除した期間はここに入れてくれないのか,か払ってないんだから普通入んないと思いますよねこれ入れてくれますね。だから例えば全額免除期間すみません ここにカウントする時に2分の1か月でカウントしてくれるんです。とこの期間が普通にちゃんと払ったのが300か月で全額免除期間が40か月あったとしたらこれかけて20か月がここにプラスされます。 なんで払ってないの二分の一ヶ月でカウントしてくれるのか。これ国庫負担があるからなんですよね。はい。でね、ここからがちょっと深いんです。この二分の一ヶ月になったというのは国庫負担が二分の一あるからで、これは平成二十一年四月一日以降の話なんです。で、この前っていうのがこの平成二十一年四月一日より。 前つまり平成21年3月31日までは国庫負担が3分の1だったんですそうするとちょっとその人の人生を振り返っていかなきゃいけません。二十歳から60歳の間があってここに全額免除期間があります。 全額免除期間があります。とまあさっき言ったようにこの期間は二分の一でカウントしてくれるんですけれども、ここは平成二十一年四月一日にまたいている場合がありますよね。こことこっちの期間は三分の一か月でカウントし、こっちの期間は二分の一か月でカウントする。こういった計算になっていくんですね。はいね、えー、まあちょっと深くなっていくとそういうところも出てくるっていう。 ことですよねでこれは今国民年金の部分ですねはい、えー、それからですねじゃあ会社員さんなんかの厚生年金の人たちっていうのは、えー、どういう人たちかどういうふうに計算するのか厚生年金部分っていうのはねこれちょっと見ていきましょうね、えー。厚生年金っていうのは報酬比例っていうふうにもらえまして、えー、まずその納めた保険料で保険料っていうのは その人の給料に保険料率をかけて毎月毎月払っていくことになりますえ、ただそのお給料っていうのが月ごとに残業したりどうだったりとかいろんな社会保険料引いたりとか、まあ、波数が出ますよねで毎月変動しますこれちょっと計算していくの大変なんで、えー、年金の世界ではその人のお給料を標準報酬月額というので決めますただ例えば入社したらだいたい見込み賃金で この人の人標準報酬月額、いくらにしようってまあ決めるんですねで。この標準報酬月額には等級がありましてこれね実際の前回のテキストなんですけどもこういうふうに給料その人のお給料の等級があるんです。で一番下が8万8千円から最高が62万円まであって例えばねその人のお給料が25万から27万の間だったら、まあ、例えば入社した時ね この人の標準報酬月額は二十六万にしようっていうなんです。で、これが当分のその人の年金の世界でのお給料になりますね。で、このことをごめんなさい、標準報酬月額って言って、表月っていうふうに私たち呼んでるんですけど、ね、これに毎月毎月保険料率をかけて えー、保険料を払っていく、まあ、それは、ね、会社と自分が半分半分で出していくで半分は自分の給料から転引きされていく形になるんですねでこれをじゃ今までずっとどのくらい払ったかっていうのをちょっと見てかなきゃいけないんですけどまずはその人が二十歳から60歳まで会社に勤めてたとしたらこの毎月毎月、えー、お給料から保険料引かれてきますよね。 と毎月毎月この人の標準報酬月額っていうのがあるわけですね。途中で昇給したりする、当然上がってきますよね。で、この平均を出しますね。一、えー、ヶ月平均を出します。えー、ところが、あでこれね、古い時代は再評価って言ってあの減価償却直してくれますんでね。ところが今ね、あの年金はボーナスからも保険料引いてるんです。 でこれはまたきっちりとした数字になるように1000円未満を切り捨てるんですね。とこの間にね、標準賞与っていうのももらってるんですよ。あ、標準賞与もらってません。<laughs> ボーナスをも,もらってるんですけど、それが標準賞与っていう形になってるんですね。そこから保険料引かれてきます。だからこの標準報酬月額と標準賞与を全部足しますね。全部足してってもちろん古い期間のところは再評価って言って、まあ現在のあのー。 価値直すっていうことをやってくれるんですけど、これを全部足していって1ヶ月平均を出します。これが平均標準報酬月額っていうふうに言います。あ、ごめんなさい。えー、これ全部足していって、この標準報酬月額と標準所要額を全部足していって1ヶ月平均を出すのが平均標準報酬額ですね。 ちょっとじききくてごめんなさい、ね、え平、ー、額というふうに私たち読んでますねこれに千分の5.481っていう給付上率をかけてそれで全部の月数をもう一回かけます平均を出して1か月の平均を出して標準報酬月額全部と標準小額全部を足 <laughs> して1か月の平均を出す。 これが平均標準報酬額。ねえー、これにイコールじゃないです、ごめん1000分の5.481をかけてで、ここの加入していた月数をかけます。これが非保険者の月数っていうふうに言うんですね、えー。基準はこれです原則はね。ただあの平成15年4月1日より前は、えー、この標準賞与からボーナス取ってなかったんでその前の期間は。 この標準報酬月額を全部足して1ヶ月平均を出した標準報酬、えー、標準平均標準報酬月額になりますねでこの給付乗率ももうちょっと高いんですけど、まあ、そういった細かい話は講座の中ですますのであの今ここでは、えーまあ、1ヶ月のその人の、あのーまあ、月収の平均にこういった給付乗率をかけて被保険者の月数をかけますよっていうねこれであの報酬比例っていうんですけれども。 えー、そうやって年金額を出していきますね。で、ちなみにあの会社員の方はこれプラスえー、さっきの国民年金の基礎年金とていうのがもらえるんですよ。会社員の方は、えー、厚生年金と国民年金に同時に加入している形になりますね。これもお勉強の中で、えー、ね。あのお伝えしていきたいところなんですけどもね。まだいたい。それでこれが一般のサラリーマンの平均で。まあたい9万から。12万ぐらいですよね？ でさっきの、えー、国民年金って言いましたけど、まあ、基礎年金が、まあ、7、えーねえー、7万いくらっていうふうに言いましたね。えー、そうすると、まあ、大体6万いくらっていうのが、まあ、平均なんで大体15万から18万ぐらいですねで。給料高い人はこれがもうちょっと高いんで、えー、もうちょっともらえるっていう形ですよね、まあ。ざっくりこんくらい説明できればいいかなと。 で実際に計算してあげるときは正確な数値を出してってお伝えしてあげる形になりますね。まあ、最初に軽く相談されたたは今みたいな形でいいと思うんですけどねでそれをまあやっぱり窓口相談とかね、えー、まあ専門的なところになってくるとじゃあ正確に出しましょうかとね、えー、まあそういう話になりますね。でまあ実際はね、あのー、これ今経過数値でこれよりもうちょっと出してくれてるんですけれどもね、まあ、まず基本の話っていうのができなきゃいけないね。まあ、こんな感じの相談に対応できると 私じゃあ実際あもらえるんだどのくらいもらえるんだってねあのそういうふうにわかると思うんですよね。で例えばあの60からは繰り上げっていうのができますので今収入少ないからじゃあちょっと繰り上げようと、まあ、減らされてしまうんですけどね、まあ、こんな話になっていくっていうね、えー、まあ大体相談はそんな感じですよねだから今のことをお勉強していくんですこの年金アドバイザーではね、まあ、実務的な話になっていきますよね。 はいえー、それではですねえー、とまあねえじゃあこれはちょっとパンフレットを使っていきたいと思うんですけれどもねはい、えーまあ、今に10年年金と大体どんくらいもらえるかって話をしましたけれどもはいえー、とまずですねえー、と試験の概要として3級のところからいきます。これあの、ねまあ、レックに行けば あ,のありますのでねね、えー、持ってるる人もいいと思います、ね、でここの4ページ5ページっていうところもあるんですけどここでちょっとまず3級のの試験の方からいきましょうねざっくりとどんなことをやるのかっていうのとじゃ試験いつあるのっていうのがあるんではいこれ年金アドバイザー3級ね。えー、とさっき言ったようにここにね、えー「障害窓口の担当者等を対象に顧客からの年金相談に応じるための基本的知識と実践的応用力についてその習得度を測定します」ね。 えー、で、ね、レックではこの社労士合格を目指す方の必須アイテムってなってますので。あのー、社労士の試験を受ける人、ぜひこちら受けてほしいなというふうに思いますね。はい、えー、で、産休試験ですけど、実施が二千十八年三月四日になります。午前中に行います。ね。えー、申し込み受け付、ここに書いてあります。え、一月、え、五日から、え、十八日。ね、まで、これ忘れないでください。 あの詳しくは銀行業務検定協会のホームページをご覧ください。ということで、まえ、あ、受験料が4320円ということになってきます。はい、出題形式ですね。ここ大事ですね。後藤択一式あの基本問題20問とあごめんなさい。30問と一応事例形式。ここが結構非常にね。お勉強になるところなんですけれどもね。ここが十事例20問ありますけれども、全部あの計算要素もあるんですけれども。 あのー、基本的に全部択一式のマークシートになってますねだから計算式を書かされるってことはありません途中に計算が必要な時はありますねあの電卓持ち込み課ですからねはいえー、でまあ今言ったようにね科目構成は、えー、後藤択一の基本問題が30問で技能応用、ね、事例問題っていうのが10事例で20問ですね はいえー、でそれから合格基準は全体の60%以上ということになっていますね、えー。試験時間は150分になってます、ねはいえー。それから、えー、今度は2級の方に行きます。2級1ページめくりましてもう2級は年金相談のプロですよね。えー、社労士プラス年賀と2級 <laughs> ダブルライセンスでって書いてありますけどね。 はい、えーね、年金アドバイザー試験は金融機関や公的機関なので年金公的保険に関して、えー、顧客対応に応じる能力や、えー、知識の習得度を、えー、測定する試験ですけど特に2級検定は年金の計算が的確にできるかどうかっていう、ね、難関試験ですね。だから、まあ、社さんで、えーまあ 銀行とかで年金相談やったり、年金事務所で年金相談やってるまあ、そういうレベルですよね。で、あとは銀行員さんの方ですと。とまあ、同じようにあのー、ここの顧客相談もあるんですが、内部研修や指導に応じるための、もうこの指導者レベルっていう話になりますね。だって、年金のもういくらもらえるかとか。 ねあのー、繰り上げてどんからい減っちゃうかとかね、あのー、もらえるのかもらえないのかとかね、えーまあ、そういうことを全部、ねあのー、もう計算をして答えていかなきゃいけないとこですよね。はいえー、で2級試験実施日時が2018年3月4日日曜日で午後からです。ねえー、1時半から16時30分ということでだから2級と3級を一緒に受けることもできます。 ねまあ、実は私は一緒に受けたんですけどね私が受けた時はねはいえー、とそれから、えー、と受付申し込み、えー、期間は2018年1月5日から、えー、と1月18日ですね、えー、詳しくは協会のホームページをご覧になってください、ね、これ年明けたら、ね、会社始まったらすぐだと思ってくださいこれね忘れる人いるんです時たまいるんですで講座来るじゃないですか結構一生懸命勉強してるんですよね で、試験終わってしばらくしてアウトどうでした？って聞くと、まあ,あのシャドウ試行図も受けてる人でどうでした？って聞くとあの申し込み忘れてました。っていうのが時折いるんですよ。年に1人ぐらいはね。あのなので申し込み忘れないでくださいね。お願いしますね。はい、えー、と。それから。えー、と出題形式がこれ、全部記述って書いてありますね。ごめんなさい。記述ね。だからマークシートじゃないっていう意味ですので。 えー、事例形式で計算問題を計算式をずっと自分で書いていかなきゃいけませんね。でそこに部分点が入ってきますから計算が必ずしも合ってなきゃいけないってわけじゃないです。まあ、それは違っていれば減点はされますけれども途中の計算式の過程っていうのを見ていきますから部分点がちゃんと入ってきます。ただあとはね単に計算だけではなくてこのことを説明してくださいっていうふうな説明文を書かなきゃいけませんね。例えばこの人は 高、えー、年齢継続給付が出るのかとかいくら出るのかこれを規律で書いてくださいっていうふうにね、えー、例えば今までここに何年勤めていますで60歳以後の賃金がいくらに下がっています、えー、何パーセント未満になっていますから、ね、じゃあ現在の賃金の何パーセント出ますこれ全部規律で書いていかなきゃいけませんね。えー、ですからねある程度法律の知識をこうある程度ポイントを知っていればマークシートには対応できますけれどもこういう規律には対応できません。ね、でもそれはね 覚えるというよりも理解して人に教えてあげるという姿勢を持っていけば自然に覚えちゃいますね自然に覚えちゃいますんでね私なんかはやっぱりねあの社労士の講師をずっとねレクさんの方でやってますね、えー、なのでまあ、説明してますよねで説明してやっぱり理解して説明してるわけなんですよねそうするとね自動的にこの年金アドバイザーの試験を受けたときにスラスラってかけてきましたね。 だっていつも自分が頭の中で考えてしゃべってることなんですから講義の中でね。と、まあ、もうすぐ書けたなっていう感じですね。だからまずやっぱ内容を理解していくっていうことと、まあ、あと書いていく訓練というのは必要なんですけどこれはね講座の中で答練っていうのがありますし、ね、そういう中で習得できてきますからね。はいえー、っとじゃあプレゼンターに戻りまして、えー、っと合格基準が60点以上ですね。 の以上ですね、はいえー、で試験時間が180分ですねかなり長丁番になってきますねはいえー、まあそういう形ですけれどもねはいでねえっ、ー、と講座内容をちょっと見ていきたいと思うんですけれども3級、えー、合格パックの方前のこれ前のページなんですけどちょっと、えー、プレゼンター小さくしますけれども、ね、ちょっと見えるかな。まず最初にね まこれ小学生のために年金の仕組み講座、これウェーブ受講のみなんだけど、えー、1回やります。あ、でちょっと今ウェーブ受講って、えー、出てきたんですけど、今回のね年金アドバイザーの対策講座は、えー、生講義と通信があります。でね生講義を取ったにしても、えー、ちゃんとウェーブフォローか DVD は付いてますからどっちか選べるようになってますね。で単なる通信っていうのもあります。ねこれは後でちょっと見てみましょうね。 で、えー、とこの年金の仕組み講座は生ではありませんウェブで見れるだけになってますねあのだから諸学者さんなんかはこれね最初から見た方がいいと思いますもちろんあの料金内に全部入ってますからねはい、えー、でここが年金の仕組み講座の案内っていうのが、まあ、ここに書いてあるんですけれどもちょっと小さい字で読みづらいと思うんですけどね、えー、例えば年金を理解するには初期の学習でつまずかないことが肝心特に36年4月と61年4月 の改正内容がキーになり年金の仕組み講座では、えー、前期のキーになる歴史を踏まえ現行制度の2階建て年金制度に至る内容を説明しうんぬんって書いてありますけど、ねえー、もうこれここ読むよりも、まあ、私が口で言った方が早いんで年金っていうの仕組みがねあのこれ年金やってみないとわからない勉強してみないと実際はわかんないのかもしれないんですけどもさっきもちょっと出てきた会社員さんっていうのは国民年金と厚生年金に両方入ってますって言いましたよね。 ここ自体が普通の考えとはちょっと違うんですね。でも年金ってそうなんです。ね。あの、61年4月1日からは日本国内に住んでいればみんな、あのもう国民年金の対象ということに今なってるんですね。で、例えばね、ちょっとここに書きますけれども、普通に考えて国民年金で会社勤めしてない 自営業者さん農業者さん農業やってるすね会社に入ってないですねこういう人たちが国民年金払ってると思いますよねで厚生年金これ会社員公務員 ここうう思ってますすよねこれ実違うんです全員国民年金です。ね、で自営業者さん農業者さんは国民年金の1号の被保険者で、えー、会社員公務員は国民年金の2号の被保険者で厚生年金と同時に国民年金第2号でもあるってことです。こういう仕組みになってるんです。 で今ここの会社員公務員さんに扶養されている専業主婦の人たちこれが三号被保険者っていうふうに言うんですだからこの人たち国民年金に入ってるんですだからみんな国民年金入ってるんですよで会社員こう専業主婦ねでこの人たちだけは両方入ってるから、ね、そうするともらえる年金が さっきの「国民年金」って言ったのは実際はお勉強の中の言葉では「老齢基礎年金」で「報酬比例」っていって給料の平均の給料がいくらで給付条例かけてどのこうのっていった報酬比例の部分がこれが老齢厚生年金だから2つの年金に入ってるから、えー、2つの給付がもらえるこの人たちは国民年金だけしか入ってないから老齢基礎年金だけ。えー、第3号表者も えー、年金だけっていう形になります、ね、ここ詳しいところはまた講義の中で言いますけどね、まあ、こういった仕組みです今,今これは分かんなくてもいいですね例えばこういう年金の仕組みがあるんだよっていうのがその年金の仕組み講座っていうのをね、えー、普通の今までのね感覚ではなくて年金の中のちゃんとした仕組みっていうのを理解するために最初これ1回5時間で教えますだってね会社員の方は自分は厚生年金だけだと思いますよね。 給料明は厚生年金保険料って書いてあるんですからそれは一般的なところでやっぱりこの年金のちゃんと法律のベースっていうところになると会社員はえ国民年金第2号表険者でもあり厚生年金の表険者でもあるだから2つからもらえるねこういったあの年金の仕組みですねこれをしっかりまず最初にまあ習得してほしいなっていうねそれが今2階建ての話になりますねはいえとそれからえ今度3級合格講座って本編に入っていくとこれ6階。 ええー、だかだ生講義で受ければ、えー、ウェブ通信 DVD、えー、どっちかもフォローとして選べますね、えー、これは追加料金ないですから、ね、必ずあのもうそのままついてきますね。はい、でこの中でえー、とメインテキストがあるんですけどそのテキストだけではなくえー、とまあ問題集ですね、えー、これも一緒にやりますね。 はい、えー、それがここです「3級合格講座の案内」って書いてあるんですけども全6回2.5回基礎から合格講座6回って書かれますけどね、えー、初めて年金学習する方から社労士等の受験のための年金学習の経験者まで幅広く対応できる講座です。年金の仕組みから丁寧に講義するため初めて学習する方でも十分に理解することができ合格することができますってまあこう書いてあるんですけれどもね。で中ででやっぱりあの普通のいわゆるる年金である えー、老齢の年金障害の年金遺族の年金の支給要件や年金の額ねここちょっと見えないからもう一回言いますねあのー、要するにここで仕組み講座ありますけれどもこっちでもちゃんと年金の仕組みはやります、ね、ここから見る人もいるかもしれないからねで、えー、その中でじゃあ例えば年金がいくらもらえるのどうしたらもらえるの,どう,ららえるのどうしたらもらえるのが支給要件いくらもらえるのが年金額これが老齢と障害と死亡ってありますよね、えー、そういったことをね。えー ね、あの学習していきます、ね、でこれがやっぱり途中でこの問題をやることによってこ、ね、この赤いところに書いてあるんですけどもう小さいから私が口で言っちゃいますけれども、えー、例えば3月検定用の産休、えー、問題。 解説集というのがありますからこういった問題集、ね、一緒に解いて例いえでそこで事例問題が出てきますのでやっぱここでね覚えたことやっぱ暗記で覚えるんじゃなくて事例に対して自分がどうやってアウトプットしていくかっていうことの、えー、解説講義をやっていきますのでねここで応用力をつけていく形になります。 ただそのつけたのが実際じゃあ今度は試験問題ね、えー、実際はね今まではまあ問題見てみてどうやって解いていこうかっていう解説をしていくのが今度は自分が実際試験場に行ってできるかどうかっていうねアウトプット力をこの3級等連で確かめますこれがね予想問題合計50問で解説講義を各2.5時間というふうにやりますね。 はい、えー、なんでねまだねこれここで別に間違えたっていいじゃないですかねあの何回もそこを復習してって、えー、身につけていけばいいわけですからねあのここが本,本試験じゃないんだからしかもこれ2回もやってくれますのでね、まあ、ただ1回目と2回目だったら2回目の方がちょっとパワーアップしてるといいなっていう感じなんですけれどもね <laughs> はいえー、とそれからですね今度はね3級じゃあ、えー、と今三級やりましたんでこの2級の方のやつですね はいえー、こちらですね2級の方は、えー、全6回の合格講座に、えー、を、えー、ここでやりますねもう、あのー、最初の年金の仕組みとかはやりません、ね、もう皆さんある程度、ねえー、基礎が分かってるなっていう人たちですので,でここで、まあ、同じようなメインテキストを使ってまあ、あのー、そうは言ったってい、ね、あのー、老齢という障害と遺族の支給要件やさっき言った年金の仕組みはやっぱ再確認していきますし。 えー、その中でここもやっっぱりり問題集をを使てて事例を解い,ていく形になりますただここが単純な理解だけではなくてやっぱりこの計算要素が入ってきますので計算問題はどう解いていってこれをちゃんと、あのー、2級の試験は規律ですから計算式を書いていかなきゃいけませんから得点を取るための 書きき方ってていうのをちゃんと教えてきますもちろん計算の仕方も教えますけどもねであとは、えー、このことについて説明しなさいという記述の問題これだってポイントがあるわけですよ。ねえー、この人は何年以上勤めていてで、えー、60万円の給料がいくらで今いくらで、あのー、何パーセントに。 えー、低下してていいるとかっていうねあの今,今コネレ齢の,の話なんですけどもね、えー、中高齢化傘がつくためにはどうしたらいいのかとかつかないんだけどなんでつかないのかとかね、えー、核年金をもらえるような、えー、ちゃんと支給要件を満たしているかとかっていうことはポイントになる言葉はしっかり書いとくあの途中の言葉は自分なりの言葉でいいんでしょうけれどもねポイントになる言葉はしっかり書いとかなきゃいけないこういったポイントも教えていきますね。はいでここで まああの主に問題を使ってその解説をしながらこういうふうにやっていこうよっていうのがあるんですけど、これも同じように自分がどれだけできたかっていうのを試すのはやっぱ通れんが必要ですので、答れと答れの解説っていうのがありますね。えー、これが三回ありますね。な、えーまあ、ここでねしっかり自分の力をつけね力を試して、まあ違ったのはまた復習すればいいんですからね。まだ基本テキストに戻って たりしてまたここさいねはいえー、そういうことですけれどもね、えー、で今回のえー、っと,、えー、っと受講形態なんですけれども、まあ、通学と、えー、通信があるねここはまあ料金表も書いてあるんですけれどもちょっとね、えー、見えづらいもうちょっと、まあ、早めに申し込むと。 割引があったりえー、ねっ社労使割とかいろいろなのもありますのでえー、まあ社労使講座を受けてですとかねそういう人の割引もありますがえー、受講形態としてはちょっとここが見えづらいかもしれないですけどね通学講座っていうのがあるんですけど通学講座にもえー、ウェブフォロー付きと DVD フォロー付きがあります、ねで。ここちは単なる通信、ね、これも ウェブと D D がありますだからこれ見るとここの値段変わってないのであのもう通える可能性がある人はこっちで取っちゃっていいかなっていうふうに思いますね。あのだって例えば地方の人だって「いや通えないから」っつっても値段一緒ですからここ見るかけでね一緒になってますんでね、えー、そしたらこっちで取っておいて東京は水道橋で、えー、と関西は梅田の方でやりますので。 1>, あの1回だけでもいいからちょっと生講義出てみたいとかね1回だけでもいいから当連解説出てみたいとかねあったら、あのー、出てくれば値段一緒ですからね、あのー、1回だけでもちょっとじゃあ、ね、先生に会ってみたい私に会ってみたいでもいいですけどねあの、まあ、実際いま,すいましたそういう人はね、えー、静岡に住んでますよどこどこに住んでますよで、まあ、1回当連だけ来ましたっていう風にね、えー、人もいましたのでね。はい、であとね3級も一緒ですね。 半球も一緒ですので、ねえー、通学講座と通信携帯が,、ねえー、がウェブフォロー付きや DVD、えー、フォロー付き通学のね,これねついてても値段は一緒ですからね単なる通信とね、えー。ということなので、えー、これ申し込み時期によってちょっとお値段違いますので何とかあり何とかありっていうのがついてるし早割もあるしここの辺はあのホームページやちょっと今これ見づらいでしょうからね、えー、ホームページやレックの 各のの窓口に行ってて、まあ、方は、えー、見てくださいねっきも口でメインテキストメインテキストって言ってましたけども、えー、こういったメインのテキストがあってで、あのー、例えば事例問題なんかで図解資料っていうのがあるんですけど、まあ、図解でねこの人が何年から何年まで自営業やっててその後何年間収めてなくてどうのこうのっていう話が、まあ、こういう図解で見れるようになってますのでね。 えー、はいこういう風になって、ね、ちょっと見えないかもしれないですけどね、えー、ただねこのまあ最初説明はこの図解資料でするんですけれどもやっぱりこれ事例問題に当たるにあたってやっぱ自分でこういうのは書けないといけないと思うんですよねだからもうちょっと簡略化して書く、えー、教え方なんかも、えー、してみますので、ねはい、2級も同じです、えー、なんかすごいでかくなっちゃってましたけどね2級も同じようにメインテキストがあって図解資料があってという形になりますよね。 東電の教材なんかもまあここについているような形になりますね。はい、えっ、ー、とそれでですね、えっ、ー、とさっき言ったまああの通信はね、通信は全国の人可能ですのでね、地方の人でも通信で受けられます。だからウェーブと DVD の形になりますね。でこれ今やって通信の先生が。えー 王野先生と私早川がやります。あの二人とも通信と生講義両方やりますからね。で、えっ、ー、と通信ですと配信が、えー、両方ともかんえっ、ー、と二人とも12月25日からになりますね。えー、教材発送もそれになります。冬練になると冬練、えー、だと1月29日っていうことでえっ、ー、と二人とも一緒ですね。 はい、えー、2級3級ともあそうですね2人共通って書いてありますからね共通ですねはいえー、それでですねえー、っとこの2人とも、えー、通信もありそれから、えー、生講義もありますねえー、2級3級両方ともあります、ね、でえー、関東は水道橋本校レック水道橋本校であります えっと,、ねえー、とますあここに書いてあります12月16日から始まりまして、えー、まあ月目になったりとかしてますけれども、まあ、ここで来てくださいで当連がこの後二2月になりますねでえっ、ー、と 2, 2級講座、ねえー、年明けになりますねこちらはあの2級の方土曜日でそえ,えさせていただきましたので夕方5時半からですけど1月27日だけは、えー 両方えー、2時間半からと5時半からやりますね。はい、えー、下が答連解説の方になりますね。だからまあ、2級の方は年明けになりますね。はいね。ただ、ここで終わってもまだビデオは見れるわけですからね。何回も復習するっていう形をとってください。特に事例問題なんかはね。特に2級はあのー、まあ、やっぱり期日になるんでね。はい、えー、で、えー、っと梅田本校、えー、関西の方はこちらになってますね。 はいえー、っとまた三級講座の方が十二月を中心に、えー、こういう形で、えー、月目月目っていう形になってますね東電の方が二月五日と二月六日になりますはいこちら三級の方もちょっと年明けになりまして、えー、ごめんなさい二級の方が年明けになりまして、えー、まあここに書いているような形ね一月の 7 8日日8とかこんなな形になっています当然の方が2月入ってからっていう形になりますね。はいえー、ですのでねまあ理想としてみればね、あのー、生講義受ける人は一回通信で自分で見てきてさーっと見てきてで生に臨んで確認するという形の方がいいと思うんですよね。で、えー、とウェーブの場合は、えー、両方の先生が見れますので、えー、とちょっと。 ここね、ウェーブクラスは、えー、大野講師早川講師の両方が受講となります。DVD はやっぱも、ねもねあのー、実物を送ってきますので、えー、どうしてもこれはどっちかになりますただまあずっと手元に残るっていうのはありますけどもねただまあ年金はこう改正されるんでね、あのー、じゃあ来年再来年何年後かにまた見ようっつってその内容はもう改正されてますからね、あのー、ウェーブは期間限定ですけどね、まあ、ウェーブのはまあ安くはなってますけどね、まああのー まあ例えばねあの私の映像をずっと撮っときたいっていうんであれば DVD、まあ、でもいいですけれどもねあのウェブの方がまああの両方見れるなっていうのはあるんですけど、まあ、自分の媒体によって、あのー、例えば 自分が DVD プレイヤーのコンパクトなやつを持ってるんであの、まあ、見れるやつねで。そっちで見るっていうのは DVD でいいでしょうしいつでも自分が通信環境があってウェブで見れるっていうんであればウェブでもいいでしょうしで、まあ、両方の先生見たいっていうんであればあの、まあ、ウェブのはいいかなと思いますけどそこはもうご自分のご都合に合わせて、えー、よろしいんじゃないかなっていうふうには思いますね。 はいでねまああの残念ながら地方に住んでいてまあ、あのー、生コンビに来れない人でもね、えー、できれば通信でちゃんと合格するように教えていきたいというふうに、えー、思いますのでねあのー、ぜひご受講の方ねしてほしいなとは思いますね。ねでまあ、やっぱりねこの年金ってね難しいんですけれどもやればやるほど。 面白くくななっていくな年金が面白いって普通の人から聞いたら何かおかしいんじゃないかと思うんですけど面白いんですよ。なんかその人のこう人生を振り返っていって老後どれだけ年金がもらえるかっていうのを考えてあげるっていうのがねっでやっぱり年金っていうのは請求主義だから請求しないともらえないんですよね。 でさっきの空「空期間合算対象期間」なんていうのは普通の人は知らないですよね。だからも自分で年金諦めちゃってるしているかもしれないんだけどいやいや君まだだ今から大丈夫よよっていいう人いるんですよねこれからそういう人が増えていくと思うんですけどこれは専門家に聞いてみないとわからない。でこれがねじゃあ今から納めても加入期間が短いにしても当然それは年金額は少ないんだけれどもでももらえるともらえないはやっぱ違うんですよね。ね これがやっぱり老後になってくると月3万から4万ぐらいしかもらえなかったにしてもそれはすすごい助かりますよねで諦めていたものがもらえるってすごい嬉しいしこれって請求しないとできないでしょ。 ねえー、だそういうのを教えてあげれるっていうのは非常に面白いなとは思うんですよねで。年金いっぱいもらえる人にしたってやっぱりじゃあ60からの生活どうしようかっていうことになるとじゃあ繰り上げなき方はいいのかなでも減らされるなとかね今後の生活っていうのをまあ考えていくと思うんですよね。 もちろん会社員で残って給料をもらっていればまたこれから保険料を納めていく形になるわけですね厚生年金でね。と、まあ、将来の給料はもっと高くなっていくあ給料じゃない年金が高くなっていくんですけどそういったやっぱ自分の老後を考える人が結構多い中やっぱそれは年金アドバイザーとかっていうねこういった資格を持っている人ではないと説明できないことですよね。 そういったあの人の役に立てる仕事に就ける人の助けになる相談ができる、ねえー、単純に資格が欲しいというのではなくてあの人のために仕事をできるっていうねそういった知識を身につけることですからねからそれを考えてると、まあ、私年金関係の仕事は、ね、ちょこちょこやってきてはいるんですけれども。 あのまあ、やりがいがあって面白いなっていうふうには思ってるんですよね。でそれが難しいものがやっぱりこう人の相談目線でやっていくと溶けてくるね。で溶けてくるとやっぱ面白くなってくるんですよね。はい、えー、そういったところでね、えー、ぜひ、えー、ご受講の方お待ちしております。それではよろしくお願いいたします。どうも。